ということで、ディミトリが戻ってきたよということで、支援情報を見ていきたいと思います。殿下、背中の傷、まだ残っていたのですね。いつの話、背中の傷。痛むようなことがあってはなりません。薬を手配しなければ。いや、いい。深かったとはいえ、9年も前の傷だ。もう痛むこともない。それに、お前をかばっておった傷を消してしまうのももったいないから。出すかの時に。あの傷は誇りだ。俺のような者にも生き延びた価値があったのだと思える。殿下、そんなおっしゃりようは。デル、お前は俺に救われたというが、あの日俺もお前に救われたんだ。ほう。誰も救えず、俺だけが生き延びて、生きている価値も理由もないと思っていた。だが俺はたった一人、お前を救えた。それだけがずっと俺の支えだった。あの日、剣を手にした兵士を前にして、俺はここで死ぬのだと覚悟していました。ですから、突然現れたあなたが俺をかばってくださった。いや、それは一生ついていくわ。地獄の底にも救世主は現れるのだと、心の底からそう思ったのです。そんなあなたに俺は何も返せていない。返せてるよ。まだ恩を返しきれていない。返しきれているか切れてないかは知らんけど。今更何を言っている。お前にはいろいろと助けられてきただろう。5年前牢の中で斬首を待つだけだった俺を救い出してくれたのは他でもない、お前だ。それは進化として当然のことをしただけです。なあドゥドゥ、お前にとって俺は特別な存在なのかもしれない、だがそれは俺からしても同じことだ。そうだね。お前は俺のかけがえのない大切な友達だよ。友人にはなれないなどと悲しいことを言わないでくれドゥドゥ。いや、もうみんな仲間だよ。そんな顔をなさらないでください。もう無理してシュンってしないで。あなたは約束してくださった。ダスカーの血を誇れる国を作ってやると。あなたの築く王国では、ダスカーの民やフォドラの民、そういった区別もなく、何の気兼ねもなく、胸を張ってあなたを友と呼べるのですが、うん、ディミトリ。ドゥ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 。ただ嬉しくて仕方ない。何度だって呼ばせてやる。どれほどの苦労を背負おうと俺は。では、その日を迎えるために俺も力を尽くしましょう。本当は、俺もずっとあなたと友人になりたかった。お、そうか、そうだったのだな。よかった、よかった。ですが、それまで。そうだね。あなたの恩義に万一のことがあってはなりません。ドゥドゥもね。良いですか、殿下。深夜に一人で出歩かれる際には必ずお声掛けください。たとえ昼間であっても、行き先や何をするか、誰と会うかは必ず。なんか重い彼女みたいになってる。結局この過保護ぶりの方はどうにもならなかったな。まあそれもいいか。いい関係じゃないの。こんばんは、ディミトリ。あなたもお祈りかしら。まあそんなところだ。メルセデスこそこんな遅くに。ええ、私もお祈り。真夜中の大聖堂って静かでなんだか落ち着くから好きなのよ。いつもお祈りしてるね。ああ、確かにそうだな。ここにいると落ち着くというのは俺にもわかる。こういう静かな夜はね、ここに来ていなくなった人のことを思い出すの。弟どうした？この戦争で数えきれないほどたくさんの人たちが亡くなったでしょ。その人たちが女神様のおそばでずっと幸せに過ごせますようにって、こうして祈るくらいしか私にはできないのだけれど。
優しいんだな、メルセデスは。あら、あなたも優しいと思うわよ。むしろ優しすぎて良くないくらいよね。俺が優しい？それは違う。俺はただの人殺しで、醜悪な化け物だ。ねえ、ディミトリ、あなたが人を手にかけてきたのは何のためなの？それは家族だとかお友達とか死んでしまった人たちのためでしょ。本当の化け物は自分のために殺すの。あんな悲しい顔で人を殺したりしないわ。だから自分を化け物だなんて、そんなこと言っちゃダメよ。なあメルセデス、そんなに俺はガン開きにしてずっと怖くて仕方がないんだ。彼らの顔を忘れていくことだ。死んでいった俺が殺してきた人々、その死を忘れることなど許されない。それなのに俺はどんな動機があったとしても、それは化け物の所業だ。あのね、悲しいことだけれど、人ってどうやっても忘れてしまう生き物なのよ。どんなに忘れるのが怖くても、過去はただ懐かしむもので、決して戻れはしない。それはそう。結局私たちは今を生きるしかないのよね。そうだね。死んだ人は絶対に生き返らないから。その言葉を5年前に聞いていたら、もっと違う人生もあったかもしれないな。メーチェ。ねえディミトリ、今何がしたい？まだ死んだ人たちのために戦いたいの？ちゃんとした王国作って。王様としてのあなたじゃなくて、同級生のディミトリの願いを聞きたいわ。そうよ、みんな同級生よ。俺自身の願いか。そんなもの考えたこともなかったな。メルセデスの願いは？質問を質問で返した。そうね。あなたが王様になっても、一緒にお裁縫や剣のお稽古をしたいとか。いいね。メルセデス、お前の隣に立つ資格はあるよ。もう化け物だ資格だってあんまり卑屈だと嫌いになっちゃうわよ。レイチェもちょっと卑屈になってる時あるけどな。ただあなたのそばにいたいわ。それ以上の理由が必要かしら。メルセデス、ああ、俺の願いも同じだ。俺も許されるならお前のそばにいたい。よかった、そう思ってるのが私だけじゃなくって。それじゃもう少しだけこうして二人きりでいましょうか。とうとう地上でも一本取られたか。腕を上げたなイングリッド。いえ、今のはまぐれのようなものです。いずれきちんとした形で。イングリッド強いよ本当に。いや、どんな形だろうと勝ちは勝ちだ。ここが戦場なら俺は死んでいただろう。迷いのない良い槍さばきだった。やはり何か心境の変化でもあったのか。以前お伝えしましたよね、殿下のおかげで前に進めると。ああ、そうだったな。あれはどういう意味だったんだ。ずっと目をそらし続けてきた真実をようやく受け入れることができたのです。グレンはきっと無念だった。なのに私自身がそれを認めたくなかったのだと、彼の本当の姿をねじ曲げ自分の理想を押し付け目を背け続けてきたと。そうか。殿下、私は他の誰かのために自分の命を投げ出したりなどしません。うん、ですが誰かのために生きることは許してくださいますか殿下。許す。命を投げ打つという意味ではなく、私はあなたに
私の人生を捧げたい。かっこよ。それはどういう意味で受け取ればいい？お？殿下のお好きなように。うわ、イングリッド余韻残してくな。好きなようにか、参ったな。照れちゃう。イングリッド、この戦いが終わったらお前には、何？騎士として、あ、俺を支えてほしい。そう言おうと思っていたんだ前々から。お、気が合うな俺たちは。騎士としてですか？いえ、何でもありません。ちょっとなんでみんな匂わせてくんの？言われずとも私は殿下の祖国のため戦うつもりでした。待って、共に参りましょう殿下。まずはこの戦乱の終わりを目指して。あ、その暁には、暁には死ぬなよイングリッド、約束だ。ええ、この槍に誓って必ず。まだ悩んでいるのかイングリッド。ズバッと解決してあげてくださいよ。さすがはセテス殿です。あなたの前で隠し事はできませんね。セテス殿のお話を聞いてからずっとどう生きるべきか考えていたのですが、なかなか考えがまとまらないのです。私の未熟ゆえでしょうね。イングリッド、君は真面目だな。その真摯な姿勢は尊敬に値するよ。いえ、尊敬だなんて、私はとてもそのような。未熟だと恥じる必要はない。そうだよ、人間誰しも将来については悩むものだ。余計なお世話かもしれんが、一つだけ付け加えさせてもらえるだろうか。何ですか？何でしょう。君がもし紋章を持たずに生まれてきたらどうだったかを考えてみてはどうだ。私に紋章がなかったらですか？誰も君に見向きしないと思うか？いや、そうではないはずだ。そうじゃないよ。私は君が紋章を持たなかったとしても、素敵な人間だと思うし、期待もしている。そうだそうだ。セテス殿。私は世辞は言わない主義だ。だからもっとありのままの自分に自信を持ってほしい。もっとも、君が紋章に慢心して身を滅ぼすようだと私のメガネ違いになるのね。いえ、そのようなつもりはありません。私は必ずご期待に応えてみせます。今すぐには難しいですが、いつか必ず自分に恥じぬ生き方を見定めます。その息だ。応援しているぞイングリッド。どうなさったのディミトリさん、こんな真夜中に。ああ、フレンか。そちらこそこんな時間にどうした？私？少し考え事をしていましたのよ。お？なら俺と同じだな。ああ、あなたもでしたのね。あら？お顔の色が優れないようですが、どうかなさいまして？いや、少し頭痛がするだけだ。もうやばい、いつも頭痛してんだから。それは大変ですわね。けれど、心配なさらないで。どうしたの？私、治癒の魔法は得意なんですのよ。直して差し上げられるかもしれませんわ。いや、いい。気持ちはありがたいが、遠慮しておく。なぜですの？どうしても嫌だとおっしゃるなら、理由を聞かせていただける？ん？なんて言うんだ？頭が痛むのは、父や仲間の死を目の当たりにしたあの日からだ。あの精神的なものなので。あの日を忘れるわけにはいかない。彼らの死を、なかったことにしてはならない。治癒じゃない。今死ぬなんだ。守れなかった人々を、殺めてきた人々を、忘れないための。まあ、そういうことでしたな。けれど、あなたに共感はできかねますわね。もしも私が亡くなられたあなたのお父様やお友達だったら、いっそあなたに忘れられてしまった方がいいと思うに違いありませんわ。自分のために大切な人が苦しむなんて私は嫌ですもの。ね。そんなことは死者に聞いてみない限りわからない。まあ、それはそうだね。そうですわね。
でも生前の彼らがどう考えたか想像はできるんじゃなくって、私があなたの記憶に残るとしたら幸せな思い出と一緒に残りたい。それはね、そうだね。思い出して辛くなるような思い出ではなく、思わず笑顔になるような思い出と一緒に。こう考えるのは私だけ？皆さんそうなんじゃなくて？深いこと言うな。すみません、ついつい喋りすぎてしまいましたわね。私今日は退散いたします。あまり夜更かしはなさらないでくださいね。フレンっていくつなんだろう。 ありがとうフレン。お前に聞かねばならんことがある。手が滑って切りつけないうちに答えろ。滑って切りつけないで。お前はいつも物騒だな。で、なんだフェリックス。血と殺戮を好む獣の顔、能天気で善良な人の顔、結局お前の本当の顔はどちらだったんだ。当たり前のことを聞くな。どちらも俺の本性だよフェリックス。父上もグレンも多くの仲間たちも皆俺にとってはかけがえのない人々だった。彼らがむごい殺され方をした。そして俺だけが生き残った。俺が彼らの胸を背負ってやらずに、誰が背負ってやれると言うんだ。ふん。そうして自分の悪行を正当化するのか、お前は。もう痛いことついてくんな。正当化だと。亡き王への忠義を果たす。親父殿の口癖だった。は、まったく、ヘドが出るな。親父殿もお前も、なぜ理解できん。死者への義務、忠義、そんなものを果たしてどうなる。本当にふざけた話もいいところだ。自己満足だろう。それは違う。いいや、違わん。死者は死者、生者は生者だ。そう折り合いをつけて生きてゆかねば、自分でくくりつけた重しに潰されて死ぬぞ。それでも彼らの存在を忘れたり手放したりするなど俺にはできない。ならば飲み込め。飲み込め。それさえできんと弱音を吐くなら、王位など捨てて墓守りでもしていればいい。フェリックス、俺とて父や兄の死に何も思わなかったわけではない。それはな。なぜ彼らは死に自分が生きているのか、今でも問わん日はない。だが俺はお前ほど甘ったれた男ではない。これ以上の後悔は墓の下に持っていく。よ、かっこいいフェリックス。そんなことよりも大事なものが、うん、今の俺にはあるのだからな。フェリックス強い子。なあフェリックス、お前は年々兄に似てくるな。本当に口が悪くて他人に喧嘩を売ってばかりで、それでも本当は誰より。どういう意味だ。グレン口悪い。いや、何でもない。とにかく礼を言うよ。目の覚めるような思いだ。ふん、別に。お前の神器臭い顔が勘に触って仕方なかっただけだ。そうか、ならばそういうことにしておこう。あの殿下、実はまたお願いが。またギュスタブの話か。話の種ならまだまだあるが、そろそろ本人に。あ、父さんの話じゃなくて、今日は殿下の話が聞きたくて。最近になって父さんと話せるようになったんですよ。俺の話。私父さんのことばっかり聞いちゃって、殿下のことは全然聞けなかったから。まいったな。そう期待されても特に面白い話もできないと思うんだが。別に面白い話が聞きたいとかそういうわけじゃないですよ。ただ私殿下のことを知ってるようで何にも知らなかったんだなって、うん、ほとんど知らんかったわ。あの日大修道院で再会した時も、なんて声をかけていいのかわからなくて。いや、声かけられる状態じゃなかったって。だからせめて殿下の好きな食べ物くらい用意してあげようって思ったんです。その時思ったんだ。何が好きなんだろうって。好きなものを食べた後って
なんだか元気が出てきますから。そっか、作ろうとしたけど。でもあれ何好きだったんだって。いざ厨房に立って、私殿下の好きな食べ物さえ知らなかったんだって気づいて。そうだったのか。そっかそっか。しかし好物と言われても難しいな。食事には本当にこだわりがないか。フレンの料理食べれるもんな。そういうアネットは確か甘いものが好きなんだったよな。その通りです。私甘いお菓子を食べてる時が一番幸せで。いいね。あ、殿下知ってます？王都の有名なお菓子屋さん。ああ、たびたび行列ができていた店だな。城の兵士たちもよく噂していた。あのお菓子とっても美味しいんですよ。値段は張るけれど私大好きで。私父さんがいなくなる前までは家族で王都に住んでいたんですけど、その頃からたまに食べてたんですよ。また食べたいな。王都奪還して早く食べに行こう。なあアネット、お前はこの戦争が終わったらどこへ帰るつもりだ。確か士官学校時代はドミニク男爵のもとに身を寄せていたと聞いていたが。はい、だけどやっぱり私の帰る場所は別にあります。父さんとは再会できたし、うん、また家族一緒に王都で暮らしたいかな。それがいい。そうしたら戦争が終わった後にもまた殿下とお会いできますしね。ね。困ったな。お前の父親にはまだまだ働いてもらわなければならないんだが。もう父さんだって結構な年なんですから、あんまり働かせすぎないでくださいね。そうだよ、めっちゃ働いてくれてるからな。そうだな、肝に銘じよう。ギュスタブ、この名を呼ぶのは8年ぶりになるか。殿下、許可なく国を離れたことをお詫びいたします。私は。いい、理由ならわかっている。ダスカーの悲劇だろう。あの事件に席を感じたお前は女神にすがり、名も地位も捨てて国を去った。違うか。弁解のしようもありません。私のような者にはこうすることしか。敬虔な信徒だったお前のことだ。逃げ出す先があるならここしかないと思っていた。お前は変わったな。いささかふぬけた顔になった。はっ、殿下もあの日からお変わりになられました。そうね、お互いにね。陛下をお守りするのが私の務めでした。無論パトリシア様や殿下の御身も。父上も母上ももう死んだ。後悔を口にしたところで戻っては来ない。ですが、私がもっと早くダスカーへと参じていれば。お前はダスカーで俺を救ってくれた。感謝こそする、恨む道理はない。この戦いが終わっても王国に残ってくれ。ギュスタブ、荒れ果てたファーガスを立て直すには、うん、お前の力が必要だ。いいえ、あの国に私の戻るべき場所はございません。あるよ、あんちゃん怒るぞ。どうかご容赦。その頑固さだけは昔のままだな。別にお前を困らせたかったわけじゃない。戻る気がないのならそれでもいい。え、家族で王都に暮らしてよ。せめて故郷に顔を出してやれ。お前の家族が哀れでならない。はい、お心遣いに感謝いたします。よし、散策しますか。だからソティス復活したんならソティスいてくれてもいいのにな。先生、先にギルベルトさん見とこう。廃墟のようだったこの町も徐々に活気を取り戻してきたように思えます。そうだね。ですがやはり物資の買い付けとなるとまだまだ苦労を強いられる。民の暮らしも苦しいものでしょう。早く
この戦乱が終わる日が来ればよいのですが。終わらせようぜ、さっさと終わらせよう。ええ、そうでしたね。我々の手で掴み取らねばなりません、うん、しかしいずれ平和な世が訪れたらば、私はどうすべきなのでしょうね。家族3人でオートで暮らせばいいと思います。無論そのつもりではありましたが、娘にも娘の選んだ道があるでしょうから、私と共に暮らすことだけがアネットの幸福ではないのだとも思うのです。帰る家はあった方がいいでしょう。娘が望むのならば私は喜んで帰ります、ですが彼女が望まないのであれば、望まないわけないじゃん、ずっと探してたんだから。兄の元から妻を呼び寄せ修道院で暮らすというのも悪くない選択なのかもしれません。怒られるぞ、そんなこと言ってたら。昨晩酒を煽ったからかもしれません。このような夢を見てしまうのは。大事なことだよ。そうですね、未来を見据えることで得られる力もあるのかもしれません。あんちゃん違うわ。釣りのおじさん、こんにちは。釣りのおじさん、実は以前彼らに釣りを教えてやったことがありまして。ほう。近くの川で大きな魚が釣れたんだよ。おじさんのおかげだよ。そうか、ならば家族にも食べさせてやるといい。君フレーチャーと同じ声するな。はーい、バイバーイ。笑顔は浮かべられないのでは。ああ、確かに以前言いましたね。私の笑顔など忘れてくれと。あれ言ってたっけ。今は忘れてくれとまでは言いません。あなたの言葉が響いたのです。なんて言ったっけ。私を取り立ててくださったかの王は、死者を思いすぎるなとおっしゃいました。死者は死者だと。今を生きる者が死者に束縛される必要はないのだと。私の人生を生きようと思います。そうだ、いい笑顔だ。今のあなたも良い顔をしていますよ。ああ、そうすか。出会った頃には見られなかった顔です。確かに。どのように肩書きや立場が変わろうと、あなたはそのままでやってください。先生、お前にも本当に迷惑をかけた。すまなかったな。いやいやいや、それからありがとう。どういたしまして。行こう、オートへ。もう一度力を貸してほしい。おいよ。どうだ、皆殿下が昔に戻ったと言っている。だが俺は違うと思う。いや、またパワーアップしたんだよ。殿下は初めから。あ、そうなんだ。そして先日までも変わらなかったわ。ずっと変わらずああいうお方だった。ほう。王となるには優しすぎる。弱者や死者に肩入れしすぎる。だがそんなお方だからこそ俺は殿下をお慕いしてきた。さすがドゥドゥだわ。分かってるね、彼のこと。待って、イングリッドどこ。そうですね、別にあいつのやってきたこと全部をきれいに忘れてやろうって気にはなりませんけど、殿下が自分の罪やら過去やら何やらと向き合って前に進もうってんなら、ま、それに付き合ってやらない道理はないななんて思いまして。ほら、だってこれでもガキの頃からの友達ですからね。ええ、
先の海戦でフォドラの情勢が大きく動きましたね。海戦で命を落とした者たちに報いるため、我々も命を賭して次の戦いに臨まなくては。よろしくお願いしますね。そういえば数十年前までヘルディアは上下水道の整備さえ不十分な猥雑な都市でした。それゆえ疫病の温床となったのでしょう。戦王陛下に雇われた学者コルネリアは第一に都市の整備をするよう進言しました。ヘルディアの市街はたった数年の間に美しく整然とした姿へと変わってゆき、それと同時に国を蝕んだ疫病はあっさりと収束していったのです。そうね、オートに行くのは私も賛成だけれど、レア様を探すのも忘れちゃダメよね。教団の兵士さんたちがミルディン大橋に駐屯してくれるみたい。私たちがオートに向かう間にも捜索を続けてくれるそうよ。オート、オートか、久しぶりだな。お菓子屋さん行く？あ、先生、これはその楽しみとかそういうわけではなくて。ごまかさなくていいよ、楽しみなんだね。もう先生、からかわないでください。ただようやくフェルディアのみんなを助けに行けると思うと少し嬉しいんです。そうだね、オートは帝国から呪釈されたコルネリアにすっかり牛耳られてるんですよね。あのクソババアな。前にロドリグ様から聞いた話ではすごい圧政を敷かれてるとか。でもそれも今節でおしまい、うん、早くオートに行きましょう。先生行こう。お仕事してるかね門番。先生お疲れ様です。本日も異常なしであります。フェルディアはフォアガスの独立前から存在する歴史ある都市だとか、死ぬ前に一度は訪れてみたいものですが、今回は自分にも職務がありますので。おオドラが平和になってからのんびり観光にでも行くことにします。そしてくれ、フェルディアを取り戻してくれれば俺たちも多少は商売がしやすくなるだろう。いや、ファーガス公国の税はバカ高くてね、商売どころじゃないんだよ。しかしあのコルネリアって女、何のためにあんな高い税を課してるんだ。そりゃ帝国からしてみれば旧王国領から高い税を絞り取るのは当然かもしれんが、あそこまで荒廃させちゃ元も子もないんじゃねえか。そういや、池の魚たちは毎日餌をもらってのんきに泳いでいますが、そんなに帽子深くかぶって大丈夫？前見えてる。ここで魚が飼われているのはいざという時の食料にするためなんです。あ、そうなんだ。そうとも知らず魚たちは当たり前のように明日も生きられると信じて泳いでいる。哀れな気もしますけど、もしかしたら私たち兵士だって同じかもしれませんよね。なんだよ。しかしなんだよって。よくもまあ、あれだけの兵力差で勝てたもんだと思うよ。さすがだぜ。しかして本当の俺はグロンダーズで死んでて、今は夢でも見てんのかな。生きてるよ。あのロドリグ殿の亡骸は私たちの手で弔っておきました。ろくな葬儀もできなかったし、本当なら領地まで連れ帰って差し上げたかった。この戦争が終わったら改めて葬儀を行いたいと思っています。そうしよう。そのためにもまずはフェルディアを取り戻さねばなりません。さっさと行こう。大丈夫、今の私たちならきっと勝てます。足りめよ。そういえば僕はファーガスで生まれ育ちましたけど、オートには一度も行ったことがないんです。あ、そうなんだ。この時期もやっぱりまだ冷えるのかな、全然想像つかなくて。そう、誰かに聞いてみたら。確かにそうですよね。せっかくだし殿下に聞いてみようかな。うん、聞いておいで。ということで図書箱のコーナー。立派な騎士になるのが僕の夢なんですが、まだまだ程遠くて、どうしたら理想の姿に近づけるでしょうか。さっき話したな、この人と。もうまっすぐに自分の信念を貫くのがいいと思うよ。
よかったです。どうしたの、胸が痛んだって。同じ学び屋で過ごした方々が本物の戦場で相対するだなんて、ほんとやだよね。戦争というのはなんてむごいんでしょう。むごいわ。私とっても胸が痛みました。そうよ、だって同盟と戦う理由ないもん。こんな愚かしい行いはこの戦争で最後の最後にしたいものですので。最後の最後にしてくれ、本当に。フェレクス、お邪魔します。親父殿の死に見合うだけ奴には働いてもらわねばならない。ま、今のディミトリを見れば親父殿も満足することだろうよ。おい、俺がそう言っていたなどと死んでも奴には漏らすなよ。言うわけないじゃん、ディミトリー。今節は王都に向かうようだが、我々教団も今は君と共にディミトリに力を貸そう。あざっす。遠回りにはなるが、きっとこの道はレアにつながっていると、うん、そうだよ、私は信じている。それに王国の民が救われるのであれば、きっとレアも喜んでくれるはずだ。エーデルガルト、フロード、それにディミトリ殿下、グロンダーズでは、かつての宮長たちが一堂に会したわけです。そうだよ。それぞれどんな思いで戦場に臨んだのでしょうか。いや、それ聞かれても、本人たちに聞いてください。感謝し、本当に感謝しています。私だけではとてもこうはならなかった。全てはあなたと、そしてロドリグ殿がいたからこそ。ロドリグ殿すごかったわ。今節はフラルダリウス領を経由してフェルディアへと攻め入ります、うん、フラルダリウス家との折衝はお任せよ。あなたは出撃の用意を整えてください。オッケー。何はともあれ、ようやく最初の一歩を踏み出したような思いです。頼みがあるのです。必要な物資を確認して納品しようってさ、あんま何か分かんないけど。頼みがあるのです。村で採れた野菜を大修道院の食堂に届けに来たんだ。ありがとうございます。時期的にあまり多くは採れないけどさ、少しでもあんた方の力になる、ね、いや助かります。今またせっせと種をまいているから、何か実ったら届けに来るよ。あざす、マジで。殿下、作法がなっておりません。私がそのような食べ方をお教えしました。怒られてる。ああ、ありがとう、気をつける。5年の間に染みついてしまったようだ。ここ見とくか。野菜を切ってくれ。一口で食える大きさだ。大丈夫か、フレに任せて。その後は鍋のアクを取る。火加減には気をつけろ。大丈夫かな。はい、師匠。師匠。師匠は勘弁してくれ。何か不満なのか。いや、不満ではないよ。いえ、そうではありませんわ。少しぼんやりしてしまっただけで。まずはお野菜を切ってきますわね。しばしお待ちを。ドゥドゥさん。おう。大丈夫かな、心配だわ、フレ。はあ、退屈ですわ。毎日毎日野菜を切ったり鍋の番をしたりするだけなんて。もっとこうお料理している感じが欲しいですわね。根本的に料理できなさそうな人の言葉。慣れてきましたし、そろそろ本格的に教えていただいても。いや、下積みが大事なんだよ、フレ。次は野菜の基礎が大事だから、フレ。あ、ドゥドゥさん、折り入ってご相談がございますか。いや、もうフレン叱ってあげてください。ドゥドゥ先輩、気づいていまして、私包丁やお鍋の扱いにもだいぶ慣れてきましたのよ。だからも
うそろそろ本格的にお料理を教えていただきたいなと思っていましたの。ダメだ。どうしてですの？何事にも段階というものがある。そうだそうだ。不満があるのならばまず道具を完璧に使いこなしてから言え。わ、ドゥドゥの下に。私、お料理道具ならもうちゃんと使いこなしてますのに。いや、ドゥドゥの下だったらちゃんと上手くなりそう。隠れてこっそりお料理するしかありませんわ。頑固なドゥドゥ師匠に絶対おいしいと言わせてみせますわよ。おお、いけるかフレン。ディミトリー、お茶にしませんか？ありがとう。第2部始まって初のお茶会です。ではお前の言葉に甘えて部屋に上がらせてもらうとしよう。どうぞどうぞ。いい香りがする。どんな味がするのだろうな。ありがとう。いやもう逆にちょっと闇落ちしてる時でデミトリとお茶会したかったな。ああなるほど。他の仲間の評価。なるほど。みんないい子たちです。ああ。昼食、あれ昼食興味なかったっけ。ごめんね。次は俺の部屋でと言いたいところだが、笑ってしまうほど何もない部屋だから。あ、ミニマリストですか。笑ったろう。ああ。でも主人公の部屋も多分なんもない部屋だとは思うけどね。何かあげようじゃないか。何が好きなの？何が好きなんだい？戦術好きかい？すまないな。そんな好きじゃなかったっぽいわ。あ、いい香りだ。どうですか？なんだと？ちょっと顔見えねえわ。ははどうした？俺の顔に何かついているか？眼帯が。もともと表情の豊かな方ではなくてな。そうですか？俺は今うまく笑えているだろうか？笑えているよ、多分。どうした？俺の顔に何かついているか？あ、この十字キーみたいなシュシュンって出てきたら喋るのかな。いい香りだ。お、いい香りだ。お、もともと。あ、ごめん。表情の豊かな方ではなくてな。わかった。俺は今うまく笑えているだろうか。うん。わかったわかった。はあ。先生。なるほど。これ意味あんのかな。どうだろう、どうだろう。ほう、先生。もういいかな、いいや。ごちそうさま。楽しい時間を過ごせた。よければまた呼んでほしい。いいよ。